11年目一緒に新しい ZIP。 でも私もこれだけ朝早く起きるっていうのは初めてのことなんですけど、早起きどうしたらできますか？ここに関して言うと僕10年間やってるんで、はい、勝手に起きるんですよ。ああそうか。もう目覚ましつけてなくても同じ時間に起きちゃうんで。土日もですか？あのこれ本当に不思議なもんで、はい、ぴったり2時過ぎに起きちゃうの。だから多分苦労してるのはこっちの方だと思います。でも私徳島さんはよく旅行するので、うん、そうじゃないことは知ってます。どういうこと？本当にギリギリまで寝てる。徳島そろそろチェックアウト。え、三浦の方が早いと思う。多分あ自分で言うのも私も朝強くないんですけど。そうだよね。私の方が確実に先に起きてます。で確実に先に寝て後まで寝てます。面白いなと思って。でもちゃんとやってるわけじゃないですか。早起きのコツ何なんじゃ。どうしてのかなって。気合です。最も気合のないタイプだ。目覚ましいっぱいかけてる？いや、それが意外に2個しかかけてないんで。でもこの2個を逃したらもう、なるほど、終わるわけですよっていう危機感と気合で起きてます。そっか、排水の陣なんだ。なるほど。そうです。私いっぱいかけると確かにまだあと4個あるってなっちゃうんですよね。それだ、うん、なるほど。でその2個目の後の方っていうのは本当にもうなんならちょっと遅刻してるぐらいの。なるほど。あ、もう一刻も早く起きなきゃいけない時間。こっちで起きた時はもうあの顔も洗えないぐらいの。なるほど。なんで基本的には1回のアラームで起きるという気合です。あ、すっごく参考になりました。そ、信じない方がいいよそれ。初日からいないとかあるよこれ。来てません。あれ、三浦来てません。あれ、とりあえずマスター今日もやってください。一応起きておこうかな。じゃ あ、 あの念のため起きていた時に2人とも最初ぐらい、一応初日最初の1週間ぐらいはほら小学校の登校と同じでこう、うん、流し登校みたいな感じの。そうか、うわーすごいな。え、あとは、まあ、今も私も割と早い時間の番組でありますけど、朝早く終わる番組やっててよかったってことって何ですか？一日フルに使える。あ、やっぱりそうですか。だって半休取れば8時半から動けるんだよ。確かに。もう丸一日動けるから。僕はあの沖縄に行った時に、うん、はい、西表島にその日のうちに入った。わ、それすごいですね。しかも昼過ぎぐらいに。おお、明るいうちに。金土日3連休に近い感覚だと思って、うん、なるほどなるほど、うん、ただ日曜の夜は激辛。ああ、そうですよね。そこは次の日あるから。徳島さんはどうですか？いや、 ZIP って美味しい最新のお店を紹介してくださるんですよ。そのお店に開店時間の前に行って並べる。最高じゃない。11時開店ならもう10時半にお店の前に行って、まあ、この時代はちょっと難しいんですけど、よくマスさんとね渋谷のお店に並びましたね。そうか、あんな早く行ったのに1時間で並んでる。そう、もっと早い人がいたんです。チーズね、チーズ。チーズ。そうか、それはなかなかね。スッキリでも、スッキリはやっぱり終わってからと昼になるので、うん、朝ごはんからもう楽しめるって新しいの。グルメにとっては最高であるよ、はい、それ間違いない。スタートダッシュができる。あの時間から空いてるお店ってありますか？あります。あと何件か LINE しときますね。やっぱ詳しくなるんですね。新橋の地下の餃子屋さん。ちょっとそれ早く詳しく教えてもらっていいですか？西新橋のラーメン屋さんも美味しいですよ。どっちも好きなもの。うどん屋さんもあるよ。ありがとう。炭水化物ばっかり。ありがとう。やっぱりそういうのに詳しくなるんですね。うん、そう考えてやっぱ楽しみ多いなとは思って。うん、そう、すごく一日がでも充実するよね。うん、間違いない。